こんにちは。寝起きの株く君です。いつもコメントをくださり、ありがとうございます。えー、今日はですね、羽生選手の基礎。えー、僕があの羽生くんを認識してですね、一番この、一番最初ですね、2007年の全日本ジュニア。この時の火の鳥ですね、この火の鳥から羽生くんのことを認識して、えー、この時ですからですね、あの素晴らしいなと、この子は来るなと思った。 ですね。で、なぜ来るのかって思ったら、その証拠を皆様に見せていこうと。その魅力ですね。羽生選手の基礎も見せていこうかなと思います。はい。まず一番目。えー、自信に満ち溢れていると言ったのがあるんですね。高校。高校ですよ。ちょっと止めちゃいます。みんな見たいけどもね。高校もこの顔。これね。 何がすごいかって言ったら、このちょっと、すいませんね、顔のとこで申し訳ないんですけども、もうこの表情がね、もう僕のことを見てと、僕を見なさいと、うん。もうすごいこう自信ね、あの、うのくんも自信があるんですが、羽生選手の自信はまた違う感じがします。あの、うの選手はみんなを引きつけるんだけど、彼は逆にみんなを、みんなにこう解放させるみたいな、そういった、 自信の持ち方。あの、もうこの時からですね、もうすごいアピール能力。人に対するこう、アピール能力ですね。これがもうかなりね、個性的かなと。うん。ズバ抜けて違かったですね。違うというふうに思います。この表彰。はい。ちょっともう一回見せます。本当その自信っていうところを確認しながら見ていただいてるといいんですけども。見てよ、僕を。見てよ、って。 このアピール能力。今のところもパッとね。あ、もう一つ魅力を言います。はっきりしている。表現力はっきりしている。はっきり。うん。ちょっと書きます。もう書かなきゃダメだね。これは。うん。あの、表現がはっきり。表現、うん。ここがね、あの、いいんですよ。あの、表現っていうのは隠しながら深みを出すというのがあるんですが、ハニューセション表現力っていうのはね、はっきりしてます。明確ですね。 伝えやすい。あの、伝わる、本当に心そのままに表現するんですね。うん。こう、逆にこう表現、裏をね、書いて表現するっていうのは、あの表現力っていうのは芸術性っていうのもあるので、そう、裏を書く。なんかその、例えば、ご、なんか、ゴッホっていうか誰かわかりませんけども、絵描きがいいじゃないですか。で、その、絵って、なんかすごいごちゃ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 って書いて、なんか一見普通の素人が見たらですね、え、この絵って、なんか、 別に美しくないよねっていう絵も評価されたりしてますよね。それ、そういう、そういう感じではなくて、羽生選手はもうはっきりしている。もう美しいものは美しい、ね。汚いものは汚い。本当にはっきりしているっていうところが、あの、羽生選手の特徴かなと思いますね。はい。うん。これがまず一つ目の魅力です。えーっと、続いてが、えー、次ジャンプに移るんです。これ、トリプルルッツへの挑戦かと思います。見ていきましょう。 バッククロスでこう蹴ってって、トリプルルッツに向かいます。はい、どこが魅力か。着氷ですね。着氷がね、他の選手とは差別化されてると。うん。えー、と、着氷。着氷が氷につくとき、氷のつくときに何が差別化してるか。手ですね。手。 手がね、もうほんとこう、なんて言うんだろう。あの、フィギュアスケートの上に来る選手、トップ選手の方に来るなという美しい着氷をしていると。あの、氷の足元じゃないです。足元ももちろん綺麗なんですが、それよりも手ですね。手に注目してください。降りるとき。降りた後の手。 この、ふーっとね、ちょっと一瞬こう、なんていうのかな、あの、左手が上がるところ。うん。なんか荒川静香さんをイメージ、そう、報復させるような美しさ。いきますよ。ここ今ちょっと一瞬ですね。一瞬ね、あのー、こっちのね、左手、左手がここからね、こっちにこうなるんですよ。左手がこう、上がるの、こうやって、こうやって。 こうやって、ヒューって。そこがね、もう、ハニュー・ーズルです。うん。美しさがある。アビナナミさんに、あの、座ったからかなとも思いますから、いきますよ。左手に注目。ほい<イ>うん、素敵ですね。もうね、この時からもう、あの、人に対する見せ方、フィギュアスケートの美しさの、えー、見せ、出し方っていうのがね、もう、だいぶね、素晴らしいなっていうのが、もう、この時点で、お分かりいただけるかなと思います。うん。では、続いての。 行きましょう。続いてはです。こちらですよ。どこが素晴らしいのか見ていきましょう。皆様、お分かりいただけましたでしょうか今ですよ。今のところですよ。もう一回、ここなんです。今のポーズです。もう一回行きましょう。ストップ これですよ。皆様、これ何がすごいか。うん。先ほどはっきりした表現って言いましたが、それではありません。もうそれはもうネタ化つきてるんで、違いますよ。それじゃないです。このね、ポーズ。このポーズは何でしょうか実は、プルシェンコさんのポーズですよ、これ。うん。えー、皇帝プルシェンコさんのポーズかと思います。このね、プルシェンコさん、こう、えてねクッとね、こ,こう、こう、なんていうのクッて、ね クッてやるようなね、ポーズをやるんですよ。ちょっとね、表現してない。今度はあの、体の体、あの、実際にね、えー、見せようかなと思いますが、あの、このね、あの、うって言ってね、こうあ、こう、ふっていうポーズが、まさにプルシェンコさんがやるんですよ、このことをね。で、プルシェンコに憧れていると、本当にプルシェンコをね、見て、研究をして、ね、好きで、フィギュアスケート好きなんだなっていうのがお分かりいただけるシーンですよ、これは。だから僕、これ大好きです。うん。あっ ここねプルシェンコそしてフリップジャンプうんちょっとねフリップジャンプはアウトになるんですがまた手が上がったうん今後手がこうひたっとね着地するときにあの手がね上がるところここあだまだまだいくよ上がったここですねこ,こでやっぱりねもうなんかこのフィギュアスケートの美しさを伝えてくれるのに十分ね、えー、もうこの時から伝えているなっていうのがお分かりいただけるかなと思います え続いて、サルコ、最後ですね。サルコをジャンプ見て終わりにしていきます。えー、その前にスピンかなサルコですね。サルコにもね、実はいろんな種類があって、あのー、フリーレッグが氷につくパターンと、離れていくパターンがあって、本当はね、えー、離れていくパターンっていうのがサルコの王道なんですが、カニュックはね、もうあの右足が、ちょっと待ってください。飛ぶ前に、つく もうね、あのー、結構前の方に出してますよね、サルコこうやって前、前の方に出して、まだ氷の上にくっついてるんで、えー、こういう風に飛ぶ選手と、ジェフリーバトルのように、えー、足が離れてるバージョンもあるんですね、氷の上から。うん。そう、そういった、まあ、羽生くんは氷の上、氷に付つけてるパターンですね。まあ、これが後に4回転サルコーになるということですね。はい。そして、このまま、もう踊り心忘れずにね、えー、スピン。スピンもね、こ成せ 見てください。このスピンですよ。何が素晴らしいか。もうこれね、まずあの3つぐらい魅力言いたいと思います。もうちょっと待って、見てくださいね。美しい。もう言葉は言えないんですが、ああ、ここもいいね。えー、っと、何が素晴らしいのかというと、まずね、まず、えー、足。あの、伸びてて綺麗。このフリーレッグ。フリーっていうのは自由という意味なんで、自由にしてる足。 うちのこの,あのフリーっていうのは、この氷についていない足ですね。氷、まあ、についていない足のことをフリーディックって言うんですが、このフリーディックがですね、伸びてて美しいですね。美しい。こうやって伸びている。そして、えー、これが一つ目の魅力。二つ目は髪型。<laughs> 髪がこう、わーって出てるんで、これプルシェンコですよ。プルシェンコさんもこういう風になるんでね、えー、本当にプルシェンコをね、オマージュしてるんだなっていうのが分かっていただけるシーンかと思います。そして、回転速度が速い。うん。 回転速度が速くて、こう、ブンブン回すというのがあるので、まあ、それもね、個性だと、羽生君の個性かなと。今ね、こういった、今、スピンがね、だいぶ今は変わっているなというふうにも思いますが、まあ、あの、子供の頃はね、えー、こうやってスピンがこういうふうになってたんですよ。で、足変えた後も。うん。同じように足の長さ美しいと、そして髪型、えー、そして、 こう手を加えて、表現をこう出しているといったところですね。そして着地する、あの、着あの、終わるとき、スピン終わるときもね、手を、チェックって言うんですが、手をね、待ってくださいよ。またこう終わります。スピン終わりますよ。終わったときに、こう、こうやってパッとね、えー、なんて言うんだろう、こう、パッとね、上げるところも、フィギュア,アスケート、楽しくね、やっていると。 本当に楽しさが伝わる。フィギュアスケート楽しくやってるんだなというのが伝わる。心を感じる。もういつも言ってます。羽生くんは心がポッパーってね、氷にこうあ出てくる。それが本当に素敵だなと思うんですよ。 うん。もうこの頃からもね、えー、友くを表しているということです。はい。今日はここまでにしましょう。もう10分以上になっちゃうんでね。はい。いやもう話しても話しきれないほど本当に魅力だらけで、あの、まだまだだって、まだよ、よ、要素あって、今ね、まだ始まってから、当1分もた1分ぐらいかなうん。もうまだ全然、まだね、しかもこれまだ2007年の全日本授業のだけなんで、もうまだ魅力がたくさんね、ありすぎてて、もう、話したら多分、1ヶ月ぐらいね、僕が話しす 続けられるんじゃなないいいいかっていうぐららね魅力だらけけんですけども、うん、はい、じゃあ今日はこれで以上にしたいと思いますが、えー、もっともっとね、えー、見たいっていう方も多いんですが、また次の動画でお楽しみいただけるといいかなと思います。はい。これで以上になります。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます。いや、本当、羽生くんはね、素晴らしい。うん